こんにちは、三年食太郎で、今日はですね、上草駅から歩いて5分ぐらいのところにあるアストラートさんというお店に来てます。今日、まべちゃんも隣で一緒にいるんですけど、そう多分ね、動画撮りますよ。じゃあ、動画は多分出ると思うので、まべちゃんのチャンネルも概要欄から見に行ってみてください。アストラートっていう洋食屋さん、結構昔ながらの洋食屋さんで、今日行ったことあるんですけど、すごいここ美味しいので、盛りにするとすごいボリュームの量が来るので、今回はここでね、何品か食べていこうと思います。洋食大好きなんで楽しみです。サービスドリンクはウーロン茶で、ポークソテーの 520g 1つと、あとソースがトマトとテリマヨソース、とオムライスの特盛りを1つ、はい、あとカニクリームコロッケ1個ください。はい、ってことでね、やってきました。最初にまずオムライスの特盛りです。すごい量で、すごいなんか昔ながらのオムライスって感じで、フォルムが綺麗でとても美味しそうです。ともう一つ頼んだポークソテーの 520g、 2つ来たんですけど、多分合わせて 500g だと思います。テリマヨソースとトマトにしました。これすごいここのお店の名物なので楽しみです。あとこちらのカニクリームコロッケを別で1個頼みました、単品で。あと飲み物はサービスドリンクのアイスティーです。早速いただきます。ポークソテーあったかい方が美味しいと思うので、熱々のうちにポークソテーからいただきます。どうしよう、なんかテリマヨソースが最近新しく出たということなので、テリマヨからいただきます。テリマヨソースすごい甘酸っぱくてすごく美味しいです。こってりしたポークソテーとよく合ってます。お肉も歯ごたえがすごい良くて、歯切れが良くて美味しいです。脂身と赤身の加減もちょうど良くて、食べやすくて美味しい。ボリュームすごい美味しい。ボリュームが美味しい。マヨと豚合う。トマトソースをいただきます。バターを追加で頼みました。バター美味しそうだったんで、バターの味がまろやかになってすごく美味しいです。すごい酸味があって美味しい。結構さっぱりと食べられます。カニクリームコロッケ、トロトロ、なんかグラタンみたいな、美味しい。
くいただきます。あ、卵トロトロだ、うん、ね、ブルドッグ行ったことありますよ。うん、でもあそこ大盛りやめちゃったんですよ。うん、うん、そうそうそう、普通の量しかない、うん、うん、うん、そうか、オムライスとか、うん、うん、卵がトロトロ でケチャップがすごいいっぱいかかってるんですけど、チキンライス自体にそんなに味が濃くないので、これ食べやすくて美味しいです。昔ながらのオムライスっていう感じ。マレちゃん食べないよね、トトリだね。で、今日カメラから注文ついてきたから、よく言うリバだったらこのソースがなんか新しくなる。じゃあ一杯食べてね。最後の一口いただきます。はい、ごちそうさまでした。それでもさ、どう？はい、ということでごちそうさまでした。すごく美味しかったです。本当に老舗の洋食屋さんというか、結構こじんまりとしたお店なんですけど、本当味は間違いない美味しさで、しかも安くてボリュームもあるので、すごいとても接客もすごくいいので、すごくいいお店でした。だから私の方はちょっと終わりたいと思います。ぜひ皆さんも上井草来られた際はアストラートさん行かれてみてください。では、ありがとうございます。今日もありがとうございました。チャンネル登録お願いします。バイバイ。はい、今日もご視聴いただきありがとうございました。北ナスランのお店ってね、結構すごく美味しいとこ多いんですよね。私何回か行ったことあるんですけど、どこもやっぱりね、昔懐かしい味というか親しみのある日本食の味がしてね、すごく美味しいなっていつも思います。今回もね、オムライスとポークソテー名物らしいんですけど、すごく美味しかったです。皆さんもね、落ち着いた時とかにぜひぜひ行かれてみてください。店さんの対応もすごくいいので、本当におすすめのお店です。久々の外撮影を動画にしたんですけれども、これ撮ったのが2月ぐらいでですね、ちょっと外出自粛期間中はお家の動画を出そうかなと思ってね、ずっと貯めておきました。これからの今後の動画についてなんですけど、まだちょっと外出予定はちょっとなくてですね、おうち動画か、それかまた貯めてある貯め撮りの外撮影を今後出していこうかなと思います。はい、ってことでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。